もし仮にあなたの周りに人を陥れて自分の手柄にしているような人がいるとすれば、その人がどうなるか今後ね、チェックしておいてみてくださいませね。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆様はこれまでの人生の中で誰かに傷つけられたり苦しめられたなんてご経験ございますでしょうかね。私たちというのは持ちつ持たれつの関係でお互いの人生をそれぞれ生きているわけですからね。お互いに助け合ったり協力し合ったりすることもあれば、逆に誰かを傷つけてしまったり苦しめてしまったりするなんてことはあるんではないかと思います。そんな私たちの人生というのは因果律と呼ばれますね。宇宙の法則が流れております。やったことは必ず自分に返るもんでございます。それは良きことも悪しきこともです。そうした中で誰かに嫌な思いをさせて人を苦しめた者には必ず悪い報いが降りかかってくるというお話をさせていただこうと思います。仮に自分は傷つけているつもりがなかったとしても、もし知らず知らずのうちに自分が誰かのことを傷つける側にいたとしたら、自分の元へはこの不運をさらに超える悲惨な末路を迎えてしまうことにもなってしまいかねません。そこで今回は人を苦しめたものに起きる悲惨な運命について7つご紹介してまいりたいと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また、かんちゃん住職の初版本魂未来開運、ただいま絶賛発売中です。全国書店や Amazon、 そしてこちら新庄寺でもご購入いただけます。詳細は概要欄をご確認くださいませね。それでは行ってみましょう。自業自得とか因果応報などとも言いますけれども、これはもともと仏教の言葉でしてね、前世に行ってきたその行為の結果として現世における幸不幸があって、現世における行為の結果として未来世への幸不幸が生まれるものという教えでございます。つまり私たちは良い行いをすれば良い報いを受けることができて、逆に悪い行いをしてしまうと悪い報いを受けることになってしまうというね、この原因と結果の関係を教える教えということになります。もっと言えば、お腹が空いたからご飯を食べた、ご飯を食べたからお腹がいっぱいになって満足した、でもお腹が空いてもご飯を食べなかったらいつまでもお腹が減っているという状態なのは、これ当たり前ですよね。勉強したから試験に合格できた、勉強していなかったからいつまでもわからないまま、掃除をしたから部屋がきれいになった、ゴミをそのままにしていたからそこからカビが生えて虫が寄ってきてしまった、行った行動が必ず何らかの結果とか報酬をもたらすという、この人生ではね、当たり前の法則と言えますけれども、これを自業自得とか因果応報と言いますよね。でもっと専門的に言えば因果律という法則になります。これは自分と人とのその人間関係の中でも起こっている法則でしてね、情けは人のためならずなんてこと言いますよね。ここで言う情けというのは情愛とか思いやりの心ということなんですけれども、情けは人のためならず、巡り巡って己がため、つまり隣人のことを思いやる気持ちがあれば、それは巡り巡っていつか必ず自分に返ってくるというね、そのポジティブで前向きでこの温かい言葉でこの因果律を教えてくれております。さあ、ということでね、人を苦しめたり嫌な思いをさせたりいじめたりなんかしておりますと、それが巡り巡っていずれそっくりそのままね、自分の元へ戻ってくるということになってしまいます。何か不運なことが続くようなことがあったりですとかね、悪縁とも思えるような人としかご縁がないなんて感じていらっしゃるようでしたら、それはもしかして自分のね、この知らぬ間に巻いてしまったその原因という種が今結果という実となって、あなたが今現在味わっているのかもしれません。人が人を苦しめた時には、その人はいつか必ず同じような苦しみを味わう未来が訪れることになっているものでございます。もしあなた自身が今から紹介いたしますその7つのね項目に当てはまっているようでしたら、もしかしてあなたの扱い知らないところであなた自身がね、どなたかに嫌な思いをね味わせてしまっていたのかもしれません。今からご紹介いたします7つの項目を自分自身に振り向けていただいて、自分自身を今一度ね顧みていただければというふうに思います。それを改善することであなた自身はその報いをね解消していくことができるかと思いますよ。それはどんな結果、どんな末路が待っているのか、ここではね7つ取り上げてご紹介してまいりたいと思います。それではやってみましょう。人を苦しめた人に起きる悲惨な末路7選、1つ目は一人孤独になる。人はそもそも孤独な存在ではあるんですけれども、お互いに助け合ったり支え合って協力し合っていくことで絆というご縁をお互い固く結んでね、つながり合っていく存在でもございますよね。それなのにいつまでたっても孤独を味わっているなんてことがあるんであれば、絆を結んでいくその機会を失っている、作っていなかったということになるんじゃないかというふうに思います。そうは言っても自分が今置かれている環境では人間同士の関係を築けるような関係ではないし、それは無理なんて人もいらっしゃるかもしれません。とはいえ私たちは一人で生きているなんて人はいませんよね。普段の生活の中でも、例えば買い物に出かければそこには店員さんもいれば同じようなお客さんもいることでしょう。そうやって街を歩いているだけでも多くの人とすれ違いますよね。まあ無理やりね、そんな人たちと関わる必要はないんですけれども、軽く会釈をしたりとか、目が合えば微笑んだりとか、ドアを開けてね入るお店だったりとかすると、自分が入った後にしっかりドアを押さえていて、次入ってくる人をね待っていてあげたりもできますよね。エレベーターで降りる階のボタンを押してあげたりとか、開閉ボタンを押して出入り口をね出入りするのを待ってあげたりもできますし、関わり合いなんていうのはこれお互い様なんですから、何だってやろうと思えばできるもんでございます。それを迷惑だと感じる人もいれば感謝される人もいらっしゃるでしょうけれども、あなたのその思いやりの心から行った行動なんですからね、感謝の言葉なんていらないでしょうし、見返りなんてのもいりませんよね。自分自身が気持ちよく思いやりの気持ちをその目の前の人に手向ける、目の前の人にねこの傾けてあげられたなら良いんじゃないかなというふうに思います。そういう人は孤独になることはねまずないと言えるでしょう。同じ環境、同じ人に囲まれながら全く違う人間関係を築いていく人がいるというのはね、自分のことしか考えていない人なのか、もしくは人のことを気にかけて思いやりの気持ちを傾けてあげられる人なのか、あるいは人の足を引っ張ったり嫌がらせのような行動をしている人なのかどうなのか、こうした違いでその後のその人の人間関係が雲泥の差となって現れてくるのはね、これ当然のことと言えるでしょう。一人孤独になるような人というのは自分のことしか考えていない可能性がございます。ましてやそれがね周りの人にとって迷惑なことだったり、嫌われるような言動を繰り返している可能性も大でございます。もしそうだとしたら最終的に引きこもりになったりとか、人生が悪い方向へ進んでしまうもんでございます。自分勝手に自分さえ良ければっつってね、人に迷惑をかけては人のエネルギーを奪ってきたような人だからこそね、自分の周りにエネルギーを奪える人がいなくなったら自分では何もできなくなってしまうもんでございます。独りよがりの人は人の足を引っ張ってエネルギーを増やすタイプの人が多いので、基本的に自分でエネルギーを増やすことはできません。そしてエネルギーが枯渇してしまうとネガティブな思考が増大してしまって、不安や恐れの気持ちに押しつぶされてしまうことでしょう。イライラしてきて穏やかではいられませんので、もっと周りの人に嫌われてね人が寄りつけなくなってしまいます。まあそうは言ってもね、悪いことばっかりして人を騙しているような人の周りにもねたくさん人がいてね幸せそうに見えますよなんて人もいらっしゃるかもしれません。ただそれは今だけですよ。今はまだその人の周りに人がいてね幸せそうに見えるかもしれませんけれども、早かれ遅かれその人から人が離れていって、いつか必ず孤独になる末路を歩むことになってしまうでしょう。だとしたら自分を苦しめたその人のことにねあんまり意識をね取られないようにしましょうね。あまり気に留めないようにして、でその人にね自分の貴重な時間と意識を吸い取られるくらいなら、人へのね思いやりを傾けられるくらい自分のエネルギー波動をね良い状態に高めておく方がこれ賢明でございます。自分の波動を高めるには瞑想をしたりとか、運動する時間を作ったりとか、あるいは毎日ねお仏壇に手を合わせたりとか、部屋の掃除をして綺麗なねその空間を保つようなねそういった意識を持って実践していることで自分の波動は整ってくるし、あなたのエネルギーが高まっていくもんでございます。波動が高まれば類は友を呼びます。同じ波動の高い人たちが集まってきて自然とね助け合いの輪が広がるコミュニティが出来上がってまいります。人を苦しめるような行動をとる人のいないねその孤独とは無縁の世界にいることができるはずでございます。人を苦しめた人に起こる悲惨な末路7選2つ目、運が悪くなる。自分のためにね目先の欲に駆られて行ったその言動が人を苦しめる結果になる場合、それは幸せを倍狩りしているようなものなんですよね。そのツケは倍返しとなって必ず自分の元に返ってくるもんでございます。つまり人に嫌な思いをさせたその代償と引き換えに自分が気持ちいい思いを味わったとすれば、これから先の自分の人生でそのツケはねもう必ず返ってくるもんでございます。月は逃すし幸せの運気を下げてしまうことにつながったと思って間違いないでしょう。仮に目の前の A さんに嫌なことを言ったりとかねそういう態度をしておりますとね、周りで見ていた他の人が「いやいやあの人と関わらないにしようよ」なんて言って思われてね、だんだん距離を置かれるようになってしまうことでしょう。そうなってしまうといざ自分が困った時には誰も助けてくれる人がいなくなるということでございます。もし仮にあなたの周りに人を陥れて自分の手洗いしているような人がいるとすれば、その人がどうなるか今後ねチェックしておいてみてくださいませね。おそらくその人はいずれボロが出て化けのの皮が剥がれて本来実力がないのを白日のもとにさらすことになるでしょう。ですので人に嫌な思いをさせながら人の手柄をねこの自分のものとしてね横取りして自分の手柄にしているような人っていうのはそのひとときはいい格好をしいでねうまく世の中を渡り合えてるように見えたとしても結局人のふんどしで相撲を取っていただけなので地位や名誉も降格させられるでしょうし何か大きな不祥事などを起こして周りの人に大迷惑をかけるようなねそんな事態に見舞われるようなことになろうかというふうに思います。当の本人は私は運が悪すぎると言って嘆くことになると思いますけれどもこれはね運が悪いだけじゃなくてあなた自身の問題です。これも因果率で言えばねこれ当然の報いといえば当然の報いでございます。人を陥れて傷つけることっていうのは魂や波動もこれ怪我してしまいますし運に見放されてしまうもんでもございます。常に自分のできることを精一杯頑張ってね努力し続けていくことで魂は磨かれますしその努力を怠らず行うところに成功の鍵があると言えます。自分の目の前にあるね自分のやるべきことを精一杯向き合っていたら良い意味で周りの人にねこれ構ってる場合ではなくなりますので人を陥れてまで評価されようなどと考える暇もなくなります。自分の人間力を磨くことで魂を磨かれ波動を上げることにつながってまいりますからね頑張ってまいりましょう。人を苦しめた人に起きる悲惨な末路の7選3つ目、自分も同じような目に遭ってしまう。まさに自業自得因果応報ということなんですけれども人にやったことはそっくりそのまま自分に変えるということでございます。つまり人を苦しめるような言動をしてしまえば自分も苦しめられる状態になるというお話でございます。人を騙してまで自分の評価を上げていたような人っていうのは逆に人から陥れられて立場をなくしたり昔いじめていた人から大人になって逆にいじめられてみたりもするもんでございます。例えば私たちが発するこの言葉というのは言霊といって口から発する一つ一つの言葉には魂が宿っているもんでございます。言葉は単なる言葉ではありません。その人の心の中にある人間性がそのまま言葉という形になってこの表に現れ出たものそれが言葉であり言霊でもあります。その言葉は受け取った人の心に影響を与えてその影響はそっくりそのままブーメランのごとく自分に戻ってくるものでございます。仮に A さんのことが嫌いなんてことをね言葉に出してね人に吐いていたりとかしますと今度は自分自身が誰かさん C さんから嫌いなんて言葉はねブーメランのように返ってきてそれの言葉をね投げかけられる立場になってしまうもんでございます。そうして自分が出したもの行ったものがしっかりねいろんな形で自分に戻ってくるというのが実はこれ宇宙の法則その働きでございます。誰かを言葉で傷つけたらその言葉は言霊となって巡り巡っていろんな人の言葉と耳に入ってね最終的に自分のもとにその言霊が返ってくるものでございます。これが自業自得であり因果応報ということでございます。また引き寄せの法則という観点から見ましてもね自分が人を傷つけてしまった場合そうしたネガティブで波動の低い周波数とかそういった出来事を引き寄せることになってしまうもんでございます。なので何気なくでもねこのネガティブな言葉を発しないように意識的にねこう気をつけるようにしておきましょうね。間違っても嘘をついたりとかね人を陥れるような罵詈雑言を口にするような真似だけはね私たちはしないように注意しておきましょうね。人を苦しめた人に起きる悲惨な末路の7選4つ目は家族に不幸が起きる。人を苦しめる人というのは意識するしないにかかわらずそれが家族であろうともね基本的に自分さえ良ければそれでいいと思っている傾向にありますので家族中家族仲とかねあるいは夫婦仲にこのいざこざが起こってしまうのはこれ火を見るよりも明らかなことでもございます。類は友を呼ぶものですし夫婦も同じような波動で引き合ったもの同士でもあることを考えますとエゴの強い波動の低いもの同士という傾向にあると言えるでしょう。ただ人っていうのは成長する生き物でもございます。意識しながら成長するための努力や精進を重ねていくことで人は必ず変われるわけでございますけれども特別何も意識しないでおりますとね自然とその家族全体の波動も下がり続けていくことになってしまうでしょう。波動が下がり続けていってしまったその果てには交通事故に遭うような不幸な出来事に遭遇してみたりですとか低い波動と一致した不運な出来事に見舞われるといったことが起こり得ます。特に自分自身に直接不運な出来事が降りかかるというよりも大切な家族や子や孫たちへ不運な出来事が降りかかるとすれば、それだけショックも大きいでしょうし、より心を痛める悲惨な末路を迎えてしまうことになってしまうでしょう。このようにね、人を苦しめる言動をしたその報いというのはね、計り知れないショックな出来事を味わうという結果をもたらすことになってしまいます。人を苦しめた人に起きる悲惨な末路の7選5つ目、肯定するきっかけがつかめない。人を苦しめるような低い波動を放っておりますとね、運からも見放されてしまいます。なので必然的に新しいチャンスがつかめずに、そうしたチャンスまでみすみす逃してしまってね、やり直すきっかけが得られませんから、一人悶々といつまでもね、その苦しい時間を過ごすことになってしまうもんでございます。波動が下がると思考回路もネガティブなエネルギーに侵されてしまいますので、前向きに物事を考えられなくなるし、最悪より好転させるチャンス自体が、なんかこれ悪いことの前触れではないのかみたいなね、変に勘ぐって捉えてしまって、どんどん沼っていく人にもおられます。例えば過去に自分がね、嫌がらせをしていたその相手がね、こう自分に対してこうサポートをしてくださろうという思いやりの気持ちを傾けられているのに、それ自体何か変な企みがあってね、自分にこいつは近づいてきたんじゃないのなんてね、変にその人の気持ちの裏をかいてしまって、人を信じることができなくなってしまったりとか、せっかく差し伸べられたその救いの手をも自ら払いのけてしまう気候をね、こう演じてしまったりするもんでございます。要はせっかく現状を好転するチャンスが巡ってきたりとか、そうした良き出来事が起こったとしましても、それを逆に悪いことだと捉えてしまう思考回路になってしまうもんでございます。あるいは人のふんどしで相撲を取ってきたような人っていうのは、常に人を踏み台にして自分が楽し続けてきたその人生がありますので、そういったツケが回ってきてね、でその時はもう自立もできてなければ責任感もない、努力するね、その頑張る力も持っていない、なので自己成長につながる行いを面倒くさく思ってね、魂磨きの世界から自ら退いてしまうことでしょう。そうなってしまいますと、人間的に何も成長できない人生となって、好転するきっかけをつかめず、パッとしない人生を送ることになってしまうでしょう。そうなってしまっては、何のための人生なのか分からなくなってしまいます。そんな虚しくてね、寂しい人生になる前に、自ら振り返ってね、自ら気がついて自分自身の言動を意識していたら波動が高まりますのでね、好転する機会もしっかり受け取れる自分になるはずでございます。より良い人生をね、私たちは日々歩んでまいりましょうね。人を苦しめた人に起きる悲惨な末路の7選6つ目は、守護霊や神仏様から見放される。神仏様から見放されてしまったら、もうこれ最後でございます。人を苦しめる悪行をね、繰り返す中で、ご覚悟いただける自分ではなくなってまいります。その結果、神仏様から見放されてしまうことになります。もし本当に見放されてしまえば、心身の安定を保つことが難しくなって、今後の人生が不安定なものになってしまうでしょう。不安定になれば、予期せぬアクシデントに見舞われ続けることになります。とはいえ正直ね、神仏様が完全に私たちを見放すことはありませんので、そこはご安心くださいませね。波動を下げまくってしまった自分自身にふさわしい天罰のような戒めを与えられつつ、早く気がついてくれよというね、慈愛の気持ちを込められた寸前のところで気がつかせようとなさってくださるものでございます。自分で気がつき自制するまで、そうしたことがね、たびたび繰り返されることになってまいります。それが気がつくまで不運がエスカレートしながら続いていくもんでもございます。なのでいち早く気がつける自分であることがね、これ最大の鍵となりますよ。ここまで一貫してお話しさせていただいたことっていうのは、人を苦しめる悪行にね、自分自身が気がついてその言動を改めること、そしてそれができれば人のために行動できる自分を目指すことで、人間力を上げることができる。人間力が上がれば波動も高まり、より良い人間関係や人生を構築していくことができるというわけでございます。どういう状況になっても自分にとってより良い方向を導いてくださる神仏様にね、この感謝の念を手向けられるあなたを目指していただければ幸いでございます。人を苦しめた人に起きる悲惨な末路の7選7つ目、自分勝手な人とのご縁が増える。まさに類は友を呼ぶということでございます。自分に言った魂レベルが同じような種類の人たちが集まり寄ってくるという意味でございます。仮に意地悪をして人が傷ついて苦しんでるを楽しんでいるような人にはね、やはり同じように人を小馬鹿にしながらいじめることを楽しんでいる人が寄ってくるもんでございます。で結果的に自分の周りには人を貶めることを楽しんでいる意地悪な人に囲まれてしまうことになってしまいます。波動が似ておりますので馬も合うでしょうし、悪い相乗効果となってね、どんどん波動を下げていってしまうことになるでしょう。その間にね、いろんな可能性とかチャンスを潰してしまって、あんまりパッとしない人生を送る悲惨な末路を迎えることになろうかと思います。ネガティブな波動エネルギーというのは、同じようにネガティブな波動を引き寄せてきて、そういった人間関係を曇らせては人生が思うように進まないですとかね、やりたいことくのを停滞していったりするもんでございます。そうならないためにも波動を高めて魂磨きをしていくことでね、幸運も引き寄せやすくなりますので、それが人生を謳歌するための何よりの鍵とも言えます。じゃあどうすればいいのかといえば、難しいことは何もございません。自分の身の回りの人を大切になさって、支え合う意識とそれに伴う行動があれば、おのずと魂は磨かれ、幸運を引き寄せるあなたへと成長できるはずでございます。それは人を苦しめる行為とは真逆の行為と言えますよね。しっかりとね、意識なさって行ってまいりましょうね。ということでまとめ、人を苦しめた人に起きる悲惨な末路7選、1つ目、一人孤独になる。2つ目、運が悪くなる。3つ目、自分も同じような目に遭う。4つ目、家族に不幸が起きる。5つ目、肯定するきっかけがつかめない。6つ目、守護霊や神仏様から見放される。7つ目、自分勝手な人とのご縁が増える。以上7つ、自分の行った報いの結果というのは必ず同じように悲惨な形で現れるというお話でございました。逆もしかりでね、もちろんね、ポジティブなエネルギーを発して誰か人のために利他の行いを行うことで、必ず巡り巡って自分自身もね、皆さんに支えられる、そういったきっかけをいただけるもんでございます。とはいえ、そんなこと言ったって悪いやつは悪いことしたまま未だに何の報いも受けずにのさばり続けているやつなんていっぱい世の中いるじゃないか、それはなんでなんてね、そんな声が聞こえてきそうなんですけれども、まあ確かにね、そういう人はいらっしゃいますよね。でも実は本人に直接災難が降りかからないパターンというのもありましてね、そういう場合というのは、その人のお身内とか、そのご本人にね、この大切に思ってらっしゃる人に災難が降りかかるという形で報いを受けることがあるもんでございます。それもすぐに災難に遭う人もいれば、時間を置いて最悪のタイミングに合わせて報いを受けるなんてこともございます。もっと言えば今世ではない場合もございます。まあいずれにいたしましても、必ず悲惨な目に遭う末路が待っているということでございます。ではそういった報いを受けるタイミングというのはね、じゃあいつなのかということを3つに絞ってね、皆様にご紹介してまいりたいと思います。人を苦しめた報いが来るタイミング3選、1つ目、老後など人生の終盤。誰かを傷つけながら、その悪行を振り返ることもなくね、自分のわがままし放題で生きてきたような人っていうのは、人生の終盤、体力や経済面で弱ってきた頃合いに、人生を締めくくる最後の最後に思いがけないしっぺ返しを受けることになる場合がございます。人とのつながりが薄くなった上に、打つ手も少なくなっている状態ですからね、そこから人間関係を構築して、この挽回する手立ても少ないことでしょう。ただそこからね、悔い改めることができれば、人生捨てたものじゃないということも味わえるとは思いますけれどもね、これ並大抵の努力では人からの信用を得られるというのは大変なことでございます。そうした人生の終盤に来て、自分のやってきたその報いを清算する羽目になることがございます。人を苦しめた報いが来るタイミング3選、2つ目、割と早い段階で報いを受ける。直接関わった人からの報復とか、直接注意されたりとか、相手からしっかり制裁を加えられることがある場合は、比較的早い段階で因果応報の報いを受けることになるでしょう。でもこれはね、私から言わせればね、まだ守られている側の人だというふうに思います。と申しますのも、自制して人生を見直すチャンスをすぐに与えられているわけですからね。ただしこれでも気づかなければ、もっと大変なタイミングで報いを受けることになるでしょうし、反省のしようがない最悪なタイミングで報いを受けることになってしまうことでしょう。なので報いを受ける時は、教えていただけたんだ、こんな自分を見放さないで、むしろ改善して自制する改心をね、することを期待してお守りくださったものとね、ありがたく受け止められてね、しっかり反省するようにいたしましょうね。人を苦しめた報いが来るタイミング3選、3つ目は来世、もしくは子や孫たち。仏教的には今世で作ったカルマは来世まで持ち越されるとも教えられます。つまり今世で作った因縁は、生まれ変わった来世で清算させられることもあるというわけでございます。来世と言われてもね、これ昨日遠いお話のように感じますけれども、私たちの今現在の今世というのは、過去世から持ち込んだ原因の結果をこの今世に背負ってね、生まれ出たものと考えられるわけでございます。生まれ落ちたその環境とか見た目のこの容姿などね、人それぞれみんな違いますよね。そこの違う理由がここにあると考えれば、一つ腑に落ちることがあるのではないかというふうに思います。あるいは上七代下七代と仏教では教えます。自分を起点にして、両親が1代目の先祖だとしたら、7代前の親先祖が作ったカルマの結果を良きにつけ悪しきにつけ、全て受け取っていることになりますし、逆に子供が1代目の子孫だとすれば、孫が2代目の子孫というように、7代下までのね、その子孫たちへ自分自身が作ったカルマを引き継ぐことになるとも言われているわけでございます。つまり自分が作ったカルマの報いは、必上七代、下七代というタイミングで訪れることがあるとも考えられます。ということで以上3つ、報いを受けるタイミングについてご紹介させていただきました。私たちの人生には因果律というね、こう寸分の狂いもなく流れている宇宙の法則というものがありまして、その上に生きている私たちはポジティブなエネルギーを発すればポジティブなエネルギーを集めることになりますし、ネガティブなエネルギーを発すれば同じようなネガティブなね、そのエネルギーを引き寄せることにもなってしまいます。人を苦しめて喜んでいるような人っていうのは甘い汁を吸って人生をうまくね、これ渡り歩いているように見えてね、それが羨ましく感じるなんてことがあるかもしれませんけれども、それもその時の一時のことでございます。嘘やごまかしの効かない原因と結果という法則が流れる私たちの人生の中で、自分がどういった言動を心がけるのか、情愛や思いやりを持って人に親切に接すれば、巡り巡って必ずね、温かい気持ちが差し向けられる、差し伸べられる結果が返ってくるもんでございます。仮に人からいじめられるような苦しい経験をなさった人っていうのは、決して腐らず、ましてや同じ類の側にね、その類は友を呼ぶ側にね、飲まれることなく、自分の心を強く成長させることができれば、魂は磨かれ、そして人間的にもレベルアップしていくはずでございます。この機会にじっくりとね、自分自身を顧みていただければ幸いでございます。私たちの人生は魂磨きの人生です。良きことを心がけて人に感謝されたり、自分の心が踊るような嬉しい経験をするときに、私たちの魂は磨かれるもんでございます。人間社会は持ちつ持たれつです。自分だけ甘い蜜を吸おうと考えていらっしゃる人っていうのは、その報いが必ずネガティブな形として自分に回ってくるもんでございます。そういったことをね、ぜひ肝に銘じながら、怠らず日々の生活に努めてまいりましょうね。はい、ということで、今回の話は参考になったよと思えたそこの、ぜひね、チャンネル登録、登壇もよろしくお願いいたします。また、コメント欄に、あと公式 LINE へのね、メッセージをお待ち申し上げております。あと、個人的にご相談やご祈祷などのね、ご希望の方は、新庄寺のホームページ、お悩み相談という項目から、直接メッセージを送ってくだされば幸いでございます。それから魂磨き開運、ただいま絶賛発売中です。全国書店や Amazon、 そしてもちろん新庄寺でもご購入いただけます。ご所望であればあなたの、ね、名前をサインして、私のサインも書き入れてね、あなたのもとへご郵送もできますからね。詳細は概要欄をご確認くださいませね。それではまたこの動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。